ボイチェック総行。ボイチェックは、1835年頃に執筆された、ゲオルク・ビューヒナーによる未完の儀曲。実際に起こった、殺人事件をもとに、下級軍人ボイチェックが、浮気をした上夫のマリーを視察する情景を描いている。ビューヒナーの生前は発表されず、死後40年を経て、カール・エミール・フランツォースにより、原稿が復元され、日の目を見ることになった。 装甲にはそれぞれ執筆時期の違う断片的な30の場面が描かれており、決定稿未定稿の区別や場面配列もはっきりしない。このため編纂者の解釈によって場面配列が異なっている。アルバンベルクのオペラ、ボチェックの原作としても知られる。作品の素材は、1821年にライプツヒで起こったヨハン・クリスティアン・ボイツェックによる殺人事件である。 四十一歳の下級軍人であったボイツェックは、六月二十一日の夜、五歳年上の愛人ヨハンナ・ボーストが、他の軍人と密会したことから彼女といさかいを起こし、持っていた担当で彼女を視察して、その晩のうちに逮捕された。しかし逮捕の前後の言動などから、ボイツェックの精神異常の疑いが持たれ、二年にわたる交流の間に当時としては異例なほど詳細な、 精神鑑定書が作成された。この鑑定書は1824年に、ビューヒナーの父がその同人であった医学雑誌、ヘンクス・サイト・シュリフト・フィア・スタート・セルゼ・ニー・クンデイに掲載されており、この鑑定書が作品の直接の資料になったと考えられている。作者、ビューヒナーが1837年に急世したため、作品は発表の機会もなく未完のまま残された。 遺降は断片的であったため、作者の死後も長い間発表されず、1850年に出版されたビューヒナーの最初の著作集にも収録されなかった。その後ビューヒナーの未発表の総工が残されていることを伝え聞いた作家、編集者のカール・エミール・フランツオースが遺族から総工を借り受け、ほとんど判読不能になっていた原稿に科学処理を施して解読し、 1875年10月にメイアリヒト第1号にて初めて発表。1879年にボイツェックを含むビューヒナーの作品集を出版した。なお、難読のために題名及び主人公の名であるボイツェックは当初ボイツェックが書き込まれている。第3のブロックは上書と考えられる16.4センチ20.6センチの4つ、折り用紙6枚で、 他のブロックとある程度重なる17の場面が描かれている。これらの走行は現在バイマルのゲーテシラー記念館に保存されている。走行の端に書かれた人物のスケッチ、日本語訳、ゲオルク・ビューヒナー全集及び、ボイゼック・ダントンの詩、レンツに従い、以下の場面は、フリッツ・ベルゲマン皇帝審判を元に配列している。各場面は、非常に短い。大意の家、 タイが椅子に腰掛けて、ボイチェックに髭を反らせながら語りかける。こうや、ボイチェックとアンドレースが藪の中で体調のために枝を切っている。アンドレースは民謡を口ずさみ、ボイチェックは地面や空から不思議な兆候を感じ取り、フリーメイソンの仕業だと話す。街、マリーと隣人のマルグレートが窓際から軍楽隊を目にする。軍楽隊の戦闘には、 子市長がいる。ボイゼックがやってきてに、三の言葉を交わし、再び軍に戻っていく。見せ物小屋。ボイゼックとマリーが小屋の前で見せ物の工場を聞き、小屋の中に入っていく。この時、マリーの様子を子市長が認める。見せ物小屋内部。工場役がロバを引き回して芸を見せる。マリーの部屋。マリーは子供を膝に乗せ。 子主張がくれたらしいイヤリングを鏡に映してみている。ボイチェックが背後からやってきて、マリーは慌ててイヤリングを隠しごまかす。医者の家医者はボイチェックが道端で小便をして、懸便ができなくなったことに起こるが、その後ボイチェックが幻覚の症状を訴えたことを面白い、症例だとして喜ぶ。マリーの部屋。子主張が訪れてマリーとじゃれ合う。ガイロ。 タイと医者が連れ立って歩き、タイは不調を訴える。そこで、ボイゼックと出会い三人で会話する。マリーの部屋。ボイゼックがマリーを訪れ、罪悪だ、罪悪だと言い立てる。衛兵所。ボイゼックがアンドレースに落ち着かない心持ちを断片的に語る。居酒屋。マリーと子市長が一緒に踊っており、その様子を窓からボイゼックが盗み見ている。ボイゼックは、 もっとやれ、もっとやれと独白した後失神する。こうや。ボイゼックがもっとやれ、もっとやれと繰り返し、やがて、刺し殺せという声を聞く。へえ、ボイゼックとアンドレースが一つのベッドで寝ている。ボイゼックは、幻聴のために眠れないことを、アンドレースにこぼす。医者の家の中には、医者が学生たちの前で、ボイゼックの症例を見せる。へえ、の中には、 ボイチェックとアンドレースとの短い会話。ボイチェックは担当の夢を見たことを話す。居酒屋。ボイチェックと子主張が居合わせ、格闘になる。ボイチェックは組み伏せられ血まみれになる。小道具屋。ボイチェック、迷った末にナイフを購入する。マリーの部屋。マリーが一人で聖書を読み、罪の意識に苛なまれる。傍らで、子供のクリスティアンがアホーのカールと遊んでいる。 へー。ボイチェックは自分の荷物をかき回し、もういらないと言って、アンドレースに次々と持ち物をやる。ガイロ、老婆が子供たちに不気味な童話を語って聞かせる。その童話では、主人公の子供以外みんな死んでしまって、子供は絶望して、今でも一人ぼっちで泣いているという。戸口の前でボイチェックがマリーと会い、彼女を連れて行く。森の小道。 ボイゼェックがマリーと言葉を交わした後、彼女をめったずしにする。居酒屋。ボイゼェックがケイテという女性と共に民謡を歌う。その後周囲の人々に腕に血がついていることを発見され、外へ走り去る。森の小道。ボイゼェック、置きっぱなしにしていた担当を探し出し、泉の中に投げ捨て、自分も水の中に入っていく。森の小道。人々がやってきて、水音を聞く。 ベルゲマン版では、以下の 3K をホイとして、配列から外している。ガイロ。子供たちが、マリーの死について話す。森の小道。ケイリ、医者、ハンジラ。立派な人殺しだ、というケイリのセリフのみ。マリーの部屋。ボイゼックがやってきて、子供をあやすが、子供は泣き出す。ボイゼックはカールに竹馬を飼うようにトキンを渡し、カールは子供を抱いて走り去る。 ボイゼックの初演は1913年、ビューヒナーの生誕100年を記念して、ミュンヘンのレジデンツ劇場にて、オイゲン・キリアン演出、アルベルト・シュタイン・リュック主演で行われた。この演出による上演は1919 19年まで20回ほど行われており、1915年までには他に3、例の演出で上演が行われている。 第一次世界大戦後にはすでにドイツ現代劇における重要なテクストとみなされるようになっており、特にマックス・ラインハルト演出、オイゲン・クレプファー主演による上演は大きな反響を呼び、20年代には多くの演出の下で盛んに上演が行われた。またキリアン演出による上演を見ていたアルバン・ベルクは、その後オペラ、ボテックを制作し、1925年12月に、 エイリヒクライバーの指揮により、ベルリン国立オペラにて初演が行われている。この4週間後には、マンフレート・グルリット作曲によるオペラも、ブレーメンで上演されている。第二次世界大戦中は、ボイチェックの上演は稀になったが、終戦の直後、ボイチェックは、再び舞台にかけられるようになり、すでに1945年には、ライプツヒで、ハンス・シューラー演出で、 また、シュトゥットガルドでは、フレッド・シュレールよる演出で上演が行われている。以降、ボーイチェックは、独立系の劇場や市民劇場、学生劇団に至るまで好んで取り上げられ新たな演出が試みられており、2000年までの演出例は420例を数える。2000年11月には、ロバート・ウィルソンが、トム・ウェイツの作曲によるミュージカルを、 コッペンハーゲンのベティナン戦劇場の舞台にかけており、日本でも客演が行われた。ボイツェックはこれまでに12度の映画化が試みられている。最初に映画化したのは、ゲオルク・クラーレンであり、すでに1930年には映画化の構想を持っていたが、実現したのは第二次大戦後であった。ボイツェックは、クルトマイセルが演じており、枠物語として、本編の前後に、 大学の解剖学室でボイツェックの死体を前にしたビューヒナーが映し出されている。この作品は表現主義の映画として高い評価を得たが、マルクス主義的な傾向のため、間もなく上演が差し止められ、1958年に西ドイツで上演されるまで日の目を見ないままだった。その後に作られた映画の中では1979年のベルナー・ヘルツォーク監督、 クラウスキンスキー主演によるボイテクが特によく知られている。ありがとうございます。